1985年、国際連合にてデーム・ユージェニア・チャールズは、ドミニカ国の政治家、セントルーク教区のポワント・ミシェル出身、同国第三大首相を務めた。また、同国史上初の女性弁護士、女性首相である。1968年に、政界入りを果たすと、保守政党ドミニカ自由党を共同で立ち上げ、初代党首として、 ドミニカの独立を支持した。1978年の独立後発となる1980年総選挙では、同党が勝利し、首相に就任した。チャールズは、社会福祉プログラムの開始や経済政策の成功によって人気を獲得し、首相を3期15年務めた。これは、女性首相では、インディラ・ガンディー、シリマボ・バンダラ・ナイケに次いで長い。 チャールズは妥協のない姿勢で汚職を撲滅し、民主主義と報道の自由を守る活動を行った。就任当初は、こうした活動が、周囲から反発を招き、パトリック・ジョン前首相が支援したクーデター未遂に二度も、あった。一度目は1981年の、レッドドッグ作戦で、アメリカ合衆国を呼び、カナダから、クークラックスクランなど白人市場主義者を武装させた。 上で、ボートで上陸し、チャールズを排除、ジョンが復権するというフィリバスターであった。しかしニューオーリンズで準備中に、連邦捜査官が実行グループを逮捕したことで、実行されることはなかった。二度目はドミニカ国防軍兵士、フレデリック・ニュートンらによるもので、こちらも失敗に終わった。一連のクーデター未遂事件を支援したパトリック・ジョンは、懲役刑となり、 二度目の主犯であったニュートンは死刑判決を受け1986年に処刑された。また最も議論を呼んだのは1983年のグレナダ侵攻であった。グレナダでは1979年にクーデターが発生し人民革命政府が成立。人民革命政府は議会を解散しイギリス式民主主義を否定した。 1983年10月13日に人民革命政府内でクーデターが発生し、急進派が政権を握ると、チャールズは東カリブ諸国機構の緊急会合で民主主義の危機を訴え、グレナダへの侵攻を参加国を呼び、アメリカに訴えた。アメリカの大統領ロナルド・レーガンと共に侵攻を支持する演説をした映像が残っている。 結果的に、アメリカ、東カリブ連合軍は10月25日よりグレナダへ侵攻を行い、人民革命政府を転覆させた。保守的かつ強気な姿勢は、イギリスの女性首相、マーガレット・サッチャーを彷彿させ、カリブの鉄の女と呼ばれた。メアリー・エウジェニア・チャールズ・ドビー。インナー・テンプル。2021年9月14日閲覧。ドミニカ。 w o r l d s t a t e m e n.org 二千二十一年九月十四日、閲覧。エウジェニア・チャールズロンドン大学。二千二十一年九月十四日、閲覧。ザイアン・レディ・オブ・ザ・カリビアン・アット・ LSE リメンバリング・ドミニカ・エス・エウジェニア・チャールズ百 y e a r アフター・ハーバース。LSE 二千二十一年九月十四日、閲覧。 ありがとうございます。